おはようございます。モトバンディット 400V です。2022年1月28日土曜日7時25分です。今回も張り切ってモトブロにやっていきましょう。いやー寒いなー今日も、先週と同じ、ぐらいの気温ですね。今日も1度か2度ぐらい、寒いです。明日の予報を見るとマイナス1度になってたんで、まあ今日走った方がいいかなと。で昨日雨降ってたんですけども、幸い道路は乾いてくれてますんで、これでちょっと濡れてたら凍結してるくらいの寒さですかね。地面は寒いな。うわちょっと、で今日お話ししたいのは、ちょっとタイミング的には、ずれちゃってますけども、暗号資産の話をしてみたいです。私自身暗号資産って、一度も保有したことがないんで、利用者からの意見っていうよりは使ったことない人が勝手に思ってる、イメージっていうかお話ですね。でよくいろんなところで、暗号資産のメリット、まあ、デメリットも当然お話しするんですけども、進める人はどっちかというとやっぱりそのメリットをこう強調しがちかなと。他の、ものに対してこれだけ優位性がありますよというところを中心に、まあ、お話してくれてると思うんですけども、まあ、そう見ると、人によっては情弱だなっていうことで、まあ、使わないのはおかしいんじゃないのぐらいの煽りっていうかですね、まあ、そういうことも言ってた多分人もいっぱいだと思うんですね。でちゃんとしたメディアでネット上じゃなくって、まあ、テレビとかラジオとか雑誌で身分を明かして、説明してくれてる人もいたと思うんですけども、で過去に乱高下した時もありますよね。ものすごく値段が上がったり短期間ですね値段が下がったりで、まあ、一番の特徴はまず技術的に、改ざんされにくいというのが一番大きいことだと思います。まあ、一つの組織とか、個人とかあるいは国に影響されないような運用をしているというところがやっぱり大きいのかなと。まあ、株式でいうと、企業が、一企業が、まあ、倒産したら紙くずになりますし、まあ、社債もそうですね。通貨であれば国が、破綻するっていう可能性はすごく低いは低いんですけども、まあ、その国が破綻したらお金の価値がなくなっちゃうよというようなリスクはないですよというところですかね。通貨だといろんな国の通貨が世の中にあるんで、まあ、それで決済しようとすると、まあ、為替の国際レートっていうのがあるんで、いちいち手数料を払って支払いしなきゃいけないということなんですけども、まあ、その暗号資産であればその暗号資産を使ってそのまま、決済ができますよと。手数料なしですね。
まあ、当然その、通貨と交換するとか他の暗号資産と交換するんであれば、手数料を支払ってっていう形にはなると思うんですけども、そういうあのメリットがあるのかなと。まあ、ところがあの去年、FTX っていうその、交換業者が、預かり資産を、まあ、法律違反の違うか法律で、定められてなかったみたいなんですね。そういう悪いことしちゃいけないっていう、まあ、でもあのそういうふうにお金預かり資産を運用を間違っちゃって、毀損させちゃったということで、会社交換業者が破綻しましたと。で、それで、暗号資産の価値が一気に下がったみたいなんですよね。で関連倒産も起きてるみたいで、まあ、まだ裁判やってる最中みたいなんで最終的には誰がどういうふうに裁かれるかっていうのはよくわかんないですし、お金がどれだけ戻ってくる、まあ、日本の FTX ジャパンは一応お金返すことができそうだっていうのは、まあ、ニュースでは見てますけども、まあ、そんな事件があって、でここからが本題っていうか、その過去に、暗号資産はこれだけいいんですよというふうに盛んに進めてきた人たちは、今回の FTX みたいな、その何だろう、暗号資産そのものに問題があったわけじゃなくて、どっちかっていうとその運用環境とか流通環境とか、まあ、そういうところで、たった1社が破綻しただけでこれだけその価格変動がですね起きるというような暗号通貨を今までと同じように、こういう理由でということで進めるのか、その辺どういうふうに思ってるのかなっていうのを聞きたいなと。で多分リスクに関してはいろいろ言ってたと思うんですけども、今回のようなリスクまでしっかり説明していた人ってどのぐらいいるんだろうなというのも含めて、聞いてみたいなと。もしかすると、今回の件で資産をものすごくですね、削られちゃった人なんかはもしかするともうやめたっていうことで、手放した人もいるかもしれないですし、まあ、そういう意味で言うと私は情弱なのかもしれないですけども、まだ、積極的にその暗号資産を保有して、資産運用というんですかしてみたいっていうところまではちょっとまだいけないかなというふうに感じてます。はい、結論がないような話で、申し訳ありませんでしたけども、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。